バカイエ・トラオレは、フランスセーヌ・サンドニ県、ボンディ出身の元マリ代表サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2004年にリーグでのアミアン SC でプロキャリアをスタートさせ、同年9月5日の LB シャトールー戦でデビュー。翌シーズンから出場機会が増え、2006から07シーズンにチームは躍進するも昇格圏のクラブと勝ち点1差で昇格を逃した。2008から09シーズンに3部に降格したが、トラオレ個人としてはキャリア最多となる全公式戦で36試合9得点を記録した。2009年6月10日、自由移籍でパブロ・コレア監督率いるリーグアンの AS ナンシーと3年契約で加入。2009年8月8日、シーズン開幕戦のバランシエンヌ FC 戦で移籍後初得点にして、チーム3点目を決めた。2011から12シーズンはマラリアにより、約2ヶ月の離脱を余儀なくされていたものの、チームの攻守を司りレギュラーとして貢献した。2012年5月17日、自由移籍でイタリアの強豪 AC ミランに3年契約で加入し、9月26日のカリアリカルチョ戦でデビューをした。2013年2月20日の UEFA、チャンピオンズリーグ2012から13FC、バルセロナ戦で、UEFA が主催する大会に初出場した。試合には88分から出場し、2から0で勝利している。2013年9月6日、カイセリ LGS スポルにレンタル移籍が決定。2014年6月、ブルサスポルに移籍した。2009年2月24日のアンゴラ戦で、マリ代表としてデビューを果たした。ミラン加入の際に、背番号12を選択。この12番は、ミランでは常に GK が着用してきたもので、フィールドプレイヤーとしてはトラオレが初めてだった。ナンシー、ベイケイ、トラオレシーニュポアートロアン、ベイケイ、トラオレイズフライングハイミラン、モントリーボ&トラオレ獲得を発表ゴールド.com 2012年5月17日ミラン、バルサを2点リード、トラオレ、イルプリモジューネディモビメントデラストーリアデルミラン。ありがとうございます。